サミーユキ、行きます。僕はサイドセブンのグリーンノアに住んでいた。そこのハイスクールに通っていたんだ。父はモビルスーツの設計者だった。ガンダムマーク2も父が設計をした。そのグリーンノアに来た地球連邦のエリート部隊キターンズ、それに所属する軍人ジェリドメサ中尉とのいさかいが僕を戦いに引き込んだ。好きでパイロットをやってるんじゃないんだ。でも僕だってティターンズのことを知ってしまえば戦うしかないじゃないか。カミーユ、クワトロ隊が作戦の説明をするそうよ。素人が大気圏突入なんて本当に大丈夫なの？成り行きでこうなっちゃったからって今さらやめるわけにはいかないのは見ればわかるだろ。説明が始まる。静かにしてくれ。我々エウーゴはこれより地球連邦軍の本拠地であるジャブローへの降下作戦を行うことになった。当然のことながら地球連邦軍のエリート部隊キターンズによる抵抗が予想される。彼らを退けなければ安全な地球降下は不可能となる。アポリーとロベルトは私の補佐。はい、了解です。エマ中尉とカミーユはそれぞれ編隊を率いて降下してもらう。はい、わかりました。カミーユのガンダムマーク2と私の百式はこの作戦の主力となり、落とされることは敗北に等しい。くれぐれも注意してくれ。では作戦を開始する。クワトロ隊員、生き生きとしているな。本当は戦争が好きな人なんじゃないか。ガンダムマーク2、出るぞ。我々はジャブロー降下のためこれより大気圏に突入する。カミ、そこは敵のフィールドよ。敵を倒していけば制圧できるわ。当たれ、どけよ、そこ。当たれ、そこ。待たさせる。損害はまだ軽いよね。すごいわカミーユ、本当にパイロットをしていたのね。頭をアポリーと呼べるビッグデアス隊に取らせた。手巻き支援に行く。どけよ、直撃させる。押されてるわ。でも俺たちのバックアップのおかげだってこと忘れんなよカミーユ。フィールドの連携を断ち切ってしまえば孤立した場所は制圧しやすくなるはずだ。周りをよく見て行動しないと危ないわね。気をつけてカミーユ。これ以上は持たない。エマ注意、交代してください。できるわけないでしょ。私はジャブローに降りなければ。ここはスペースノイドの言うことを聞け。どけよ、
再建突入をさせる。了解。降下部隊は降下予定地点へ向かえ。敵のモビルスーツ隊です。はい、モビルスーツ船用意。第1セット配置急げ。我々を追い抜くつもりか。反対の前へ出るぞ。キターンズの第2波が入った。みんな死んでしまうんだ。ハミー、腕を上げたな。出てこなければやられなかったのに。バックアップのおかげだってこと忘れんなよ、カミーユ。無駄な殺生を待たさせる。敵機撃墜を確認。すごいです。
ません。カミーユ、腕を上げたな。どけよ。そこ、なしでそんなに持つのか。隔離ゴン、これ以上は無理だ。バリュートを展開したらこちらがやられる。これまでに
いいジェリドメ弱気な。そんなことじゃ撃てん。もう持たないと焼け死ぬぞ。オートマジックか。これではやられる。もっと離れていれば撃たれなかったのに。うわうわアベリア。地球の重力なのか。あんな一方的な戦闘で俺は卑怯だ。クワトロ隊員はジャブロの守備隊か。出てきてもやられるだけだっていうのに。これが地球の重力なのか。ガンダムマーク2は見つけられるのか。俺は神の存在を信じるぜ。カクリコンの仇は取らせてもらう。ここがジャブローか。ここであったが100年目ってね。地上用に調整せにゃならんな。当たれ。そこ直撃させる。俺のどうした。当たれ。ここは地球だぞ。エウーゴよりも俺たちの方が有利なはずだ。モグラの巣も今日限りで埋めてやるさ。Thank you.
張り切ってるみたいだな。待ってしまれ、当たれ、どけよ、どけよ。カミー、どこだ。生きてたら返事しろ。第一の防御があるはずだ。ジャブローの抵抗はこんなものではない。敵から事情を引き出さねばならないようだな。やはりこの静けさはおかしい。まるで空き家じゃないか。この程度の防衛網で守っているつもりなのか。難題をおっしゃる。どけよ、当たれ、どけよ、撃破する。
簡単に勝てると思うな。全軍、聞こえるか。捕虜にした敵将校から情報を得た。まもなくここの核爆弾が爆発する。どうやら我々ははめられたようだ。全員をアウド村に収容させろ。脱出だ。なんでそう無駄に自分の命を投げ出すんだ。なんだ、落盤か。通路が塞がっているのか。ジャブローは広い。外への通路が必ずある。破壊する気か。自分たちの命も危ないって時に。どけよ。やるじゃないか、ニュータイプ。あっち行け。Huh?
ここであったら逆転する。よい。ダメよ。ダメよな。これの。カクリコンさえいればこんな無様なことにはならなかったのに。カミー、行け。誰だ。行け、カミー。パイも。おう、行きます。